2005年のボルドール24時間ボルドール24時間耐久ロードレースは毎年秋頃にフランスのポール・リカールサーキットで開催されるフィーム世界耐久選手権シリーズの一戦正式名称はボル・ドールのみであるが日本では24時間などをつけるのが一般的である第1回は1922年に開催当時はダートトラックを 5100km を走破する レースであった。その数年おきに開催地を変えて行われ、1971から1977年には、ルマンのサルテサーキットを使用していた。1978年には、ルマン24時間が別個に発足したため、それから1999年まで、ポールリカールに移った。2000年から、マニクールサーキットで開催されるようになり、2015年からは、再び、 ポールリカールに戻っている。現在では世界体級選手権シリーズの開幕戦として設定され、ルマン24時間と並ぶビッグイベントになっている。1953年以前はマシンごと一人のエントリーしか許されていないという過酷なものであった。1938から1946年と1961から1968年の間は開催されなかった。 ボルドールはフランス語で金牌の意味である。ホンダはこのレースの名を付けた CB400 スーパーボルドール、CB1300 スーパーボルドールを発売している。ありがとうございます。